皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見です。今回は金森茂樹さんが書かれた120歳まで元気に生きる最強のサプリ&健康長寿術を解説していきたいと思います。さて、著者の金森さんといえば、運動ゼロ、空腹ゼロでもみるみる痩せる、ガチ速油ダイエットという本が、Amazon レビューなんと1000件を超えるという大ベストセラーになっており、糖質を徹底的に控え、良質な脂質をたっぷりと摂ることで、ダイエットをするという、金森式ダイエットで有名な人物です。そして、金森さんが提唱する、断糖高脂質食は、ただ痩せるためのものではなく、それは健康長寿、すなわち元気なまま人生の終盤戦を謳歌するための体を作るもので、糖質と密接な糖尿病やアルツハイマーの予防改善にも大きな効果を発揮してくれるようです。120歳まで現役で生きたい、そう語る著者が世界の医学論文や書籍をむさぼるように読み漁り、試行錯誤の末にたどり着いた新境地が本書の中で余すことなく公開されております。120歳というのは哺乳類の細胞分裂の限界と最大寿命の関係から導き出された数字です。著者自身、120歳まで元気に楽しく現役で生きたいと語り、そしてそれは断糖高脂質食をはじめとした人本来の機能を復元する生活習慣をコツコツと継続することによって十分可能になると言います。本書では健康長寿を実現し、120歳まで楽しく生きるために現代人は一体何を知り、何をどう実践するべきかということが分かりやすく書かれております。いくら長生きしても、ベッドの上で苦痛を伴う治療を強いられ、外に出る気力も湧かず、場合によっては病院で管につながれて死を待つだけ、こんな老後は絶対嫌ですよね。ただ長生きするだけではなく、健康的に長生きするということが重要なんです。ぜひ本書でそのためのヒントをつかんでください。本日の動画では個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説しておりますので、この動画を見ることによってこの本いいなと思っていただけましたら、概要欄のリンクから本書を一度手に取り、全ての内容をチェックしていただきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で120歳まで生きる無敵の食事術について、2限で断糖高脂質食と最強のサプリで強烈に痩せるということを解説していきたいと思います。それでは早速1限の120歳まで生きる無敵の食事術から解説をスタートしていきましょう。さて、この本はできることなら120歳まで生きるという健康長寿を目的としているわけなんですが、健康長寿とは読んで字のごとく健康体のまま長生きすることであります。現在日本人の平均寿命は男性で 81.64 歳、女性は 87.74 歳と言われています。そして2040年には男性が 83.27 歳、女性はなんと 89.63 歳になると推測されており、今後私たちの寿命が伸びていくのは明らかです。平均寿命が伸びるのはまあ嬉しいことなんですが、それとは裏腹に私たちの実際の暮らしぶりはどうでしょうか。著者は周囲の人々の生活を見るたびに鬱屈とした気持ちになると言います。例えば私たちの目の前に大きく立ちはだかっているのが糖尿病です。厚生労働省のホームページには、我が国の糖尿病患者数は生活習慣と社会環境の変化に伴って急速に増加している、さらに糖尿病は一旦発症すると治ることはなく、放置すると様々な危険な合併症を引き起こし、末期には失明したり透析治療が必要となることがある。そしてこれらの合併症は患者の生活の質を著しく低下させるのみではなく、医療経済的にも大きな負担を社会に強いていると書かれております。糖尿病が強く疑われる人口は現在1000万人を突破しており、実に12人に1人が糖尿病にかかるんです。そして糖尿病予備軍も1000万人いるとされていて、糖尿病は決して他人事ではなく、私たちにとって極めて身近な病気だと言えます。さらに高齢化社会において私たちの前に立ちはだかるもう一つの大きな壁は認知症です。認知症患者の増加は世界的にも起こっており、アメリカのバイデン大統領は15年以内にアメリカの病院のベッドは認知症患者で埋まってしまうとコメントしているほどだそうです。そして認知症は40
40代から徐々に始まる病気と言われており、このリスクとどう向き合っていくのかを私たちはもっと真剣に考えなくてはいけないんです。認知症は健康的な老後を過ごすという私たちの夢を大きく邪魔します。せっかく長生きしたって、せっかくの老後をね、認知症に侵されてしまっては何のための長生きなのか分かりません。ですから認知症は発症前からしっかりと予防していく必要があります。そして今回提案する食事法によって糖尿病、そして認知症を予防することができると著者は言います。糖尿病には食事が大きく関係しているということは皆さん簡単にイメージできると思いますが、実は認知症も同じです。糖質による慢性炎症、脳内の栄養欠乏、アルミニウムなどの金属毒の蓄積の影響が大きい病気だと言われているんです。著者は私が提唱する食事法による痩せるという効果はほんの副産物に過ぎず、ただ痩せるだけでなく糖尿病や認知症を予防しながら健康的に長生きするための有効なアプローチであると確信しているとおっしゃいます。では痩せつつ糖尿病や認知症を予防でき120歳まで生きる無敵の食事術とは一体何なのでしょうか。それはつまり断糖高脂質食であります。断糖高脂質食とはその名の通り、糖質を可能な限り排除し主食として良質な脂質をたっぷり摂る食事のことです。糖質を極力排除し代わりに脂質をたっぷりと摂る食事を続けることによって、糖質をエネルギー源として消費していた体が代わりに脂質をエネルギー源にするようシフトしていきます。糖質を断つことでインスリンを抑制すると脂質代謝のスイッチが入り、体内で脂肪燃焼に重要なケトン体が作られます。またこの断糖高脂質食を実践すれば短期間で一気に痩せることが可能だそうですが、それは体に蓄えられた脂肪がエネルギー源としてどんどん燃やされていくからです。男性の中年太りの場合は特に食事を断糖高脂質食に切り替えるだけで劇的に痩せる人が多いそうです。裏を返せばそれだけ糖質がよろしくないということで、そしてそもそも糖質が良くないのはダイエットに限った話ではありません。またこの断糖高脂質という食事法は旧石器時代の食生活がヒントになっております。このように言うとね、いやいやそんな旧石器時代と現代を比べたって仕方がないでしょと思われる人結構いるかもしれませんが、実は我々の消化管の構造は数百万年前から変わっていないんです。また人類の肉体や脳も数百万年前から生物学的に進化しておりません。それにもかかわらず現代人はサバンナに暮らしていた旧石器時代とはあまりにもかけ離れた暮らしを今しています。旧石器時代とは約300万年前に始まり約1万年前に終わったとされる人類の歴史上最古にして最も長い時代のことを指します。農業がまだ行われていなかった旧石器時代の人間は米や小麦などの穀物を食べておらず、糖を取らない肉や魚が中心の食生活でした。旧石器時代を生きた彼らは石器などを使って動物の群れを追って移住しながら生活しておりました。裸足で爽快にサバンナを駆け巡り狩りや採取に勤しんでおり、夜明けとともに目覚め日光をたっぷり浴び小さな集団で生きていたんです。このように言うと、いやいやだから旧石器時代と比べられても、と、旧石器時代は今よりも平均寿命がはるかに短かったでしょうが、と鋭い指摘をする人もいると思いますが、実はね、旧石器人が現代人に比べてそれほど短命だったとは言えないということも判明しているんです。現在の平均寿命が伸びたことの主な要因は5歳までの幼児の死亡率が下がったことと抗生物質の発見にあります。5歳までの死亡率を現代人と同じ条件に合わせた場合、寿命にはほとんど差が現れないということが分かっているそうです。これはなかなか興味深いことですよね。旧石器時代から私たち人類の肉体や脳、消化管の構造、そして遺伝子などはほとんど変わっていません。この事実を踏まえた上で現代人の生活を見返してみるとどうでしょうか。確かにテクノロジーの進歩によって社会は格段に便利になりました。農薬と遺伝子組み換え作物を使った大規模農業によって食料に困ることがなくなり、人類は飢餓の恐怖から解放されました。
また山奥にまで電気が引かれ、暗闇はもはや恐れるものではなくなりました。スマホ1台があれば世界中のあらゆる情報にアプローチでき、医療が発達したことで大抵の病気は治すことができるようになりました。しかしこんな恵まれた環境にいながら、現代人ほどあらゆる病気と戦っている人類はいなかったんです。これだけ近代化してもなお、感染症やストレスといった見えない敵に脅かされ、精神的なダメージはむしろ日々強くなっていることを皆さんも実感しているのではないでしょうか。また昔には考えられなかった肥満、虫歯、うつ病、糖尿病、生活習慣病などといった病気にも私たちは苦しめられております。私たちの脳や肉体、遺伝子などは数百万年前からほとんど変化していないにもかかわらず、私たちを取り巻く環境はたった2000年ほどで劇的に変わってしまいました。このような劇的な変化が一体私たちの肉体や精神にどんな影響を与えているのかを皆さんは考えたことがあるでしょうか。肥満に代表される現代人の不調の多くは、旧石器時代の人類には存在すらしなかった悩みなんです。農業を開始する前、狩猟採取型の生活をしていた旧石器時代の人々の食生活が一体どんなものだったかといえば、骨、肉、魚、貝などが中心で、米や小麦といった穀物や芋類を食べていなかったため、当時の人類は虫歯や歯周病に一切かかることなく、親知らずも死ぬまで残っているなど、現代人よりもはるかに良好な口腔内環境を保っていたようです。皆さんちょっと不思議に思いませんか？今では皆さん当たり前のように毎日歯磨き粉をつけて歯ブラシをしていると思いますが、旧石器時代の人々が生きていたサバンナにそもそも歯ブラシなんてありません。歯磨き粉なんて当然ありません。にもかかわらず彼らは虫歯になることがなかったんです。虫歯を放置していると強烈な痛みに襲われて大変なことになるというのは皆さん知っていると思いますが、当たり前ですが、旧石器時代に歯医者さんなんてありません。自分の体に合った遺伝子に合った食事をしていれば、歯磨き粉をつけて毎日歯磨きをしなくても虫歯なんてそもそもかからないんです。そして狩猟採取生活における食生活の栄養バランスは一体どうなっていたのかというと、タンパク質が 20%、 脂質が 75%、 炭水化物が 5% だったんです。なんと脂質が 75% も占めていて、炭水化物はわずか 5%。旧石器人は私たちが考えているよりもずっと高脂質食を送っていたんです。このようなデータに基づいて著者は糖質をできるだけ減らし、良質な脂質をたっぷり摂るという断頭高脂質食を提唱しているんです。まあ要するにね、旧石器時代の食事に変えろうということです。旧石器時代には私たち現代人が悩まされている様々な病気などありませんでした。そして現代では旧石器時代と大きく食事内容が変化しております。それこそが現代人が様々な病気に苦しめられている原因ではないかというわけです。現代は炭水化物の割合が飛躍的に増え、タンパク質や脂質の量が大きく減っています。近代化に伴って精製された小麦粉や精製された米、甘い果物や砂糖が先進国から入ってくると、歯周病や関節炎などの深刻な問題がもたらされることになりました。糖の影響を受けるのは口腔内だけではありません。英医学誌ブリティッシュメディカルジャーナルでは、米ハーバード大学の研究者らによって2012年3月に白米の摂取量の増加が糖尿病のリスクを高めるとの研究報告が発表されました。今の日本人の食である糖質を主食にした食事を否定しない限り健康にはならないと著者は考えています。逆に旧石器時代の先祖と同じような食事、つまり糖質を極端に抑えた油の多い食事、狩猟採取民族のような食生活に変えると、心臓病や高血圧、糖尿病、がん、歯周病といった現代病を遠ざけ、さらには減量も期待できるそうです。実際に著者は2ヶ月で90キロから58キロに減量できただけではなく、肌には張りが出て疲れにくくなり、気力もみなぎり、周りの人に驚かれるほど若返ったと言います。また現代の日本人の食生活は非常にいびつで、まさに糖質のオンパレードと言えます。肥満や生活習慣病と無縁でいられないのも当然の結果でしょう。糖質を主体
題にした食事により、現代人は途方もなく大きな健康リスクを抱え続けることになります。そして肥満を放置しておくと、透析を欠かせない生活であったり、認知症であったり、次々と負の連鎖を体にもたらしてしまいます。肥満の原因となる糖質を抑制することは、肥満の防止だけではなく、ダイエット的な観点以外でも自分の健康への大きな投資につながるんです。というわけで、いよいよ次の2限では断糖高脂質食の具体的内容について切り込んでいきたいと思います。それではこの辺で1限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、私たちの健康的に長生きするという目標の前に大きく立ちはだかっているのは、糖尿病と認知症の2つである。この2つはどんどん患者数が増加しており、この2つを主に食事によって予防することが健康的な老後を送るための重要なポイントである。ポイント2、痩せつつ糖尿病や認知症を予防でき、120歳まで生きる無敵の食事術とは断糖高脂質食である。断糖高脂質食とは、糖質を可能な限り排除し、主食として良質な脂質をたっぷり摂るという食事である。ポイント3、旧石器時代から私たち人類の肉体や脳、消化管の構造、遺伝子などは変わっていないにもかかわらず、私たちを取り巻く生活環境は大きく変化している。その結果、旧石器時代にはありえなかったさまざまな病気に私たちは苦しめられている。狩猟採取生活における食生活の栄養バランスは、タンパク質が 20%、 脂質が 75%、 炭水化物が 5% であった。これに倣って私たちも糖質をカットし、脂質を中心とした食生活を送るべきである。それでは次2限で、断糖高脂質食と最強のサプリで強烈に痩せるということを解説していきたいと思います。さて、ではここから最速で痩せるとともに、糖尿病や認知症などといった現代人の多くが苦しめられている病気を予防し、健康長寿を実現するための食事法、断糖高脂質食について具体的に説明していきたいと思います。ただし本書はあくまでも金森さんの前作である、運動ゼロ空腹ゾロでもみるみる痩せる合速油ダイエットという本の続編という形で出版されておりますので、本書には断糖高脂質食の具体的な内容はそこまで詳しく書かれておりません。ですので、ここからは運動ゼロ空腹ゼロでもみるみる痩せる合速油ダイエットという本の内容も参考にしつつ、断糖高脂質食について解説していきたいと思います。さて、断糖高脂質食とは、その名の通り糖質を可能な限り排除し、主食として良質な脂質をたっぷりと摂る食事のことであり、糖質をエネルギー源として消費していた体を代わりに脂質をエネルギー源にするようにシフトさせることを目的としております。さて、ここからは断糖高脂質食生活をスタートするための具体的な手順をお話ししていきましょう。断糖高脂質食を始めるときに一番大事なのは、冷蔵庫やキッチンに今あるいらないものを全部根こそぎ捨てることです。まずこれを行ってください。小麦粉、加工食品、調味料、化学調味料の入った塩、胡椒、ごま油、醤油、植物油、小麦系の乾麺やパスタ、餅、米といった穀物やレトルト食品などは全て捨てていただきたいと思います。こうやって断捨離をした上で、ダイエットに大活躍してくれる次のものを新しく用意してください。1. ナンプラー、2. 雪塩またはヌチマース、 3. ビタミン C の粉末、 4. MCT オイル、 5. バター、できればグラスフェッドバターを、 6. 生クリーム、できれば動物性が良い、 7. 紅茶、 8. ルイボスティー、 9. ゼラチン。これらをまず用意しましょう。そしてこのラインナップにある MCT オイルとは、ココナッツオイルなどから中鎖脂肪酸を抽出したもので、紅茶に入れて飲むと食欲が抑制されて腹持ちがとても良くなるため、空腹感をなくしてくれるという優れものであります。 MCT オイル入り紅茶は1杯に10から 15g の MCT オイルを足してかき混ぜるだけで OK。 好みによって量を調節すれば OK ですが、著者は1日に70から 80g ほど摂取するそうです。また
ダイエット中は甘いもの、デザートの類は一切ダメなんじゃないのと思われるかもしれません。しかし、断糖高脂質食のダイエットの場合は、心強いことにゼリーなどは作り方次第では OK となります。必須項目にあるゼラチンはそのゼリー用であります。ゼラチンで紅茶ゼリーを作り、動物性脂肪の生クリームで美味しくいただくことができます。さてさて、これらのものが用意できたら、断糖高脂質食ダイエットの入り口に立つことができました。いよいよここからは、断糖高脂質食ダイエットの次の3ステップに進んでいきましょう。断糖高脂質食ダイエットの3ステップ。ステップ1、徹底した断糖によりケトジェニックになる。ステップ2、最強のサプリで質的栄養失調を解消する。ステップ3、1日 1.5 食のスタイルを取り入れる。ではこれらのステップを一つずつ順番に取り上げて分かりやすく解説していきます。それではまず、断糖高脂質食ダイエットのステップ1、徹底した断糖によりケトジェニックになるから解説をスタートしていきましょうか。さてまずは、あなたのエネルギー代謝の仕組みを変えていただきます。お米やうどん、パスタといった穀物、つまり炭水化物を主食としている人は、主たるエネルギー源が今ブドウ糖になっております。これでは痩せたり健康になれるはずがありません。ズバリ、皆さんにはケトジェニックになっていただきたい。それは糖質を断つことで、エネルギー源を糖質主体から体に溜まっている脂肪に切り替えることです。ブドウ糖ではなく、脂肪の分解により作り出されるケトン体によってエネルギーを賄うようになれば、体の余分な脂肪をどんどん燃やしていく体質になるんです。このケトジェニックになるには、まずは徹底した断糖を行うことが必要です。1日で200から 300g ほどの糖質を摂取してしまっている平均的な現代人に対して、いわゆる糖質制限ダイエットでは1日 60g 以内に収めましょうと提唱されることが多いです。しかし、そんな中で著者が提唱するのは、1日に摂取する糖質を限りなくゼロに近づけるというものです。これは非常に厳しく聞こえるかもしれませんが、断糖をすることがケトジェニックな体質を手に入れるための第一歩なんです。なぜ糖質制限ではいけないのかというと、糖質制限だと筋肉量が落ちてしまうというデメリットがあるからです。一方で、断糖高脂質食では結論だけをお伝えすると、筋肉量は落ちないので安心してください。ではここで参考までに、著者がよくとっている食事内容をご紹介しましょうか。朝、生クリーム&MCT オイル入り紅茶。昼、空腹感があれば牛脂スープを1杯。夜、サバの卵炒め。さて、いかがでしょうか。ステップ1で大切なのは、とにもかくにもきちんと糖を断つということです。その上でタンパク質と脂質はしっかりと摂りましょう。夕食にサバと卵があるように、主食には肉、サバ缶、卵、牛脂あたりがおすすめです。小腹が空いたら、気質の MCT オイル入りの紅茶や牛脂スープを活用し、食欲そのものを上手に抑制するのがベストです。これをしっかりと1週間、2週間と続けると、早速何キロも体重が落ちていく人もいますし、そうでない人も痩せるための環境づくりが整ったことになります。早い人だと数日で変化に気づくはずです。断糖高脂質食に切り替える際に、糖質メインから脂質メインへのエネルギー転換の切り替えがうまくいかず、倦怠感やめまい、頭痛、不眠、下痢などの症状に悩まされる方が出てきます。それがケトフルーです。ケトフルーはそれまでの生活が自堕落であればあるほど症状は重くなりがちです。ケトフルーに陥った場合は、十分に水分補給をした上でビタミンやミネラルを補給し、睡眠をしっかりとるということを意識してください。それでは次、断糖高脂質食ダイエットステップ2、最強のサプリで質的栄養失調を解消するについて解説していきたいと思います。さて、断糖高脂質食に切り替えただけではなかなか結果が出ないという人が少なからずいるようです。そしてその原因は、簡単に言えば質的栄養失調に陥っている人がいるからです。質的栄養失調とは、エネルギーは足りていても代謝に必要な栄養素が欠乏しているため、代謝回路がうまく回っていない現代型の栄養失調のことです。ケトン体をエネルギー源とする環境が整っても、それがしっかりと燃える仕組みができていなければ、体に溜まっている脂肪はなくなりません。場合によっては食べた分だけ太ってしまうということもありえます。元が糖質であれ脂質であれ、
タンパク質であれ、それが人体を動かすのに必要なエネルギーとして使われるには、ミトコンドリアの中でアセチルコエという物質に変化することが求められます。アセチルコエは TCA 回路や電子伝達系と呼ばれる代謝のメカニズムの中でエネルギー源となる ATP という物質に変わり消費されていきます。ちょっとね、複雑ですので省略しますが、この経路でビタミンやナイアシン、鉄分などのミネラルが必要になるタイミングがあるんです。ここで最も肝心なことは、摂取した脂質が最終的にアセチルコエになるために必要な成分が一つでも欠けると次に進めないということなんです。細かいメカニズムまでは覚えなくて大丈夫ですが、これだけは覚えておいてください。エネルギーの代謝に必要なビタミン、ミネラルが一つでも欠けたら、いくら食事に気を使って断糖しても効果は途絶えてしまうということを覚えておいてください。だからこそ我々現代人は食事だけでは不足しがちなビタミン類、ミネラルをしっかりとサプリメントで補給するべきであると著者は言うんです。サプリメントでしっかりとビタミン類、ミネラルなどを補い、質的栄養失調を解消すれば、断糖高脂質食に切り替えただけでは痩せられなかった人も痩せられるようになるんです。どのビタミンやミネラルを一体どれぐらい取ればいいかは人によって異なりますので、断定するのはなかなか難しいんですが、誰しもがサプリで補うべきものがあります。それはビタミン B 群、ビタミン B1、B2、B6、B12、そしてビタミン C、ナイアシン、鉄、マグネシウム、このあたりは必須でございます。高脂質食に切り替えて不快な症状を感じていた人がビタミン B2 を取ったら解消され、体重が落ちていったケースだったり、タンパク質を多く取る人がビタミン B6 を補給したら前よりもエネルギーが生まれ元気になったというケースがあります。また月経によって多量の血液を必要とする女性はそもそも鉄分が不足しがちですから、断糖高脂質食をする際は必ずキレート鉄のサプリで鉄分を補給してください。キレート鉄を取る理由は最も吸収率が良い鉄分だからです。そして注意するべきことは、サプリが効果を発揮するには一定量を飲まなくては意味がないということです。仮にサプリが効果を発揮する量が100だとしたら、99飲んでも効果を得ることはできません。100という域値を超えることで初めて意味が出てくるんです。よってサプリはメーカー選びが重要になってきます。国産のものは含有量があまりにも少なく、適量とされている量では域値を超えることはほとんどなく、100倍飲んでも意味がないほど薄いものも中には存在します。特にマルチサプリは効果がないし、澱粉で固めていたりするのもよくありません。日本のサプリを過信して失敗する人は多いんです。著者のようにサプリをナウフーズで揃えるのもよし、とにかく必ず海外製の良いものを選ぶということを意識してください。それでは次、断糖高脂質食ダイエットステップ3、1日 1.5 食のスタイルを取り入れるについて解説していきたいと思います。さて、断糖高脂質食プラス不足しがちなミネラルやビタミンをサプリで補給、この生活習慣を取り入れることで大部分の人が痩せられると思いますが、最後のダメ押しとなるのがこのステップ3で紹介する 1.5 食というスタイルになります。この工程でダイエットが一気に加速すると言っても過言ではありません。 1.5 食のスタイルは次の通りであります。しっかりタンパク質を摂るのは1日1回、タンパク質を摂ったら次のタンパク質まで24時間は間を空ける。それ以外の時間は油を切らさないよう油と飲料でつないで過ごす。さて、先ほどご紹介した著者がよく摂る食事のパターンを思い出してください。朝は生クリーム &MCT オイル入り紅茶、昼は空腹感があれば牛脂スープを1杯、夜はサバの卵炒めでした。サバの卵炒めで1日1食しっかりタンパク質を摂り、それ以外の時間のつなぎの 0.5 食となるのは生クリームと MCT オイル入り紅茶、そして牛脂スープです。断糖高脂質食の生活をしたことがない人からはこんなんじゃ全然足りないよと言われそうな内容ですが、空腹感は全くないのだそうです。まず著者が朝起きたら必ず飲むのが MCT オイルを入れた紅茶です。血中のケトン体濃度が上がり、
これを一杯飲むだけで食欲が収まり、目が冴えて今日も一日頑張ろうかというモードに切り替えてくれます。最近 MCT オイル入りバターコーヒーが売られているのを見ます。それも食欲をなくし、シャキッと目を覚まさせる効果があるので、コーヒー好きな人にはいいかもしれませんが、著者がおすすめしているのはコーヒーの7分の1しか糖質がない MCT オイル入り紅茶です。これで通常お昼までお腹が空くことがなく、なんなら夜まで何も食べなくても平気だそうです。断糖高脂質ダイエットのありがたいポイントとして、ここで強調しておきたいのは、ダイエット中に最も辛さを感じる空腹感と向き合う要素が一切ないということであります。小腹が空いたなと思った時に口にするのが牛脂スープまたは生クリーム入り紅茶、たっぷりと脂質を補給してあげることで空腹感はなくなるんです。そして夜に食べるのがタンパク質をしっかりとる主食です。最近著者が好んで口にしているのがサバの卵炒めです。2缶たっぷり使ったとしても食費は知れておりますし、サバ缶はオメガバランスにも優れているのでおすすめできるそうです。毎回 0.5 食に牛脂スープを飲むのに飽きたら、スーパーで午後の紅茶、美味しい無糖とゼラチンを購入し、紅茶ゼリーを作ってみましょう。食べるときは生クリームを液体のままかけます。もちろん午後の紅茶に直接生クリームを入れて生クリーム入りアイスティーにして飲むのも OK です。美味しいし食欲も抑えてくれますから、いつ飲んでもダイエットを応援してくれます。もしね、あなたが高脂質食でなかなか痩せられないと悩んでいたら、このステップ1から3の工程のどこかでつまずいていないかきちんと確認しましょう。今回の動画では断糖高脂質食についてざっくりと全体像をお話ししてきましたが、今回の動画を見て、よし俺も断糖高脂質食にちょっとチャレンジしてみようかなと思った方は、ぜひ本書を手に取ってさらに深く学ばれてみてください。それではこの辺で2限の内容をまとめておきたいと思います。2限では断糖高脂質食ダイエットの3ステップをご紹介いたしました。まずステップ1は、徹底した断糖によりケトジェニックになるというものでした。糖質制限ではなく、徹底した断糖を行いケトジェニックになることが目的です。脂肪の分解により作り出されるケトン体によってエネルギーを賄うようになれば、体の余分な脂肪をどんどん燃やしていく体質になれます。そしてステップの2つ目が、最強のサプリで質的栄養失調を解消するというものでした。エネルギーの代謝に必要なビタミンやミネラルが一つでも欠けたら、いくら食事に気を使って断糖しても効果は途絶えてしまいます。だからこそ我々現代人は食事だけでは不足しがちなビタミン類、ミネラルをしっかりとサプリメントで補給するべきだとお伝えしました。そしてステップ3は、1日 1.5 食のスタイルを取り入れるというものでした。断糖高脂質食プラス不足しがちなミネラルやビタミンをサプリで補給した上で 1.5 食のスタイルを取り入れることで、さらにダイエット効果が高まります。 1.5 食のスタイルのポイントは、1、しっかりタンパク質を摂るのは1日1回、2、タンパク質を摂ったら次のタンパク質まで24時間は間を空ける、3、それ以外の時間は油を切らさないよう油と飲料でつないで過ごすというものでした。本日は以上になります。この動画がためになったよという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞポチッとよろしくお願いします。またこのチャンネル以外にも、もう一つ本要約チャンネルと切り抜きのチャンネルもやっておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れてみていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。